はい、こんにちは、アセです。今日ね、コラボしたいと思います。まあ、今日来てもらってる人はエースにふさわしいっていう人で、いろいろ僕となんか共通点がある選手なんですけど、ちょっと来てもらいたいと思います。じゃあ、お願いします。後輩のチャンネルでおふざける先輩たち。俺普段こんなことしないから。俺もしない。普段こんなことしないから。全然そういうこういうことプライベートでもしないから。そうだね。はい、どうもあやみです。はい、マケです。マケンです。お願いします。いやー、初めてよね。初めてです、ね。アセイのチャンネルに出させてもらうのは。あやみくんとは、あやみくんも15歳でプロの練習参加してる。そうだね。うん、僕も15歳でやってる。そうだね。そう。エリートじゃん。それなんか TikTok で見て、あ、なんかちょっと共通点あるなっていうので、そっからね、そうです、僕が DM させてもらって、で、アイムフレンズ来たじゃん、お前一番最初汗来てさ、いつだっけ、一番最初あのね、東山田でね、支えちゃってあ、その時か、その時か、はい、そう、あれからもう、ね、懐かしいね、はい。で、今日何やります？今日は1対1だけ。おお、お願いします。来ました、白熱します。ちょっとルール説明したいんですけど、今日キーパー秋谷君と角健君来てるんで、激坂の角健、激坂の角健ね。はい、ちょっと2チームで、はいはい、キーパーも2人に分かれて、5本勝負やりたいと思います。よっしゃ、よっしゃ、じゃあ1対1やっていきましょう。よし、お願いします。よっしゃ、よっしゃ、やるよ。チームは
これ、ね、これ決めたら勝ちちゃう。うわやばいやばい、ドリブルの神よ。よし、提供なおか、ミナーズの名にかけて絶対負けられないからね、自分のチャンネルで。悔しいんで、ちょっともう絶対勝たなきゃいけないんで、自分のチャンネルですし、大地やばいからちょっとお願いしに行きます。あゆむくん、何なんか発見、なんか何なんか言ってきてんだけど、どうしたんですか。もう一回お願いします。何よちょっと1対1負けちゃったんですけど、まあ一応いいですか、ちょっとドリブルでねやられてますから。そうですね、負けちゃうね、いきなり。そう、やばいっすね。ちょっとちょっとお願いします。まあ、秋のりともね、やっぱ先輩のあれを借りてね。そうだね、負けちゃう、ちょっとあれだもん。はい、やりますか。お願いします。オッケー、やりましょう。じゃあねえな、後輩の、可愛い後輩の頼みだから。サドンデスにする、最初から。サドンデスにします。サドンデスにする。サドンデスだと俺一本で落ちる。サドンデス一回やってみるか。サドンデス一回やりましょう。オッケー、これ一本で終わるかもしれないから。サドンデスにましょう。逆にちょっと一本で終わらす気持ちで。よし、行きます。えい、スーパー
し、危ない、止められたな。いや、ナイスゲーム。ナイスゲームだね。うん、まあ、最初の勝負は負けちゃったけどね。そうですね、リベンジですからね。素晴らしい対戦でした。ありがとうございました。はい、ということで一体対決終わりは…一体対決一体対決歯が多かった今。はい、一対一対決、はい、終わったんですけど、はい、結果は歩夢くんの勝利です。一戦目はね、出した出す、まあ、その後のちょっとリベンジなんで、はい、勝ったんですけど、やっぱ結構一対一対決の後に、うん、トレーニングっぽく、うんうん、やっぱ一対一対決なんですけど、やっぱトレーニングっていうところで自分の課題だったり、そうだね、課題だったり、俺はやっぱね、守備だね。そうですね、守備です。結構僕の TikTok とかでも、あの、歩夢くんと会って守備ができないの。めっちゃ…歩夢も弱る。俺も弱るの。汗の TikTok。汗の TikTok。めっちゃ来ます。なんだ。修行しようか。守備ちょっと。それで頑張っていきます。はい、ということで、一対一対決、これで終わりになります。はい。秋之井くんのね、チャンネルの方でも対決してるんで、こちらもチェックお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。